こんにちは。管理栄養士の寿司です。調理師の大城です。今回はユニバーサルのおやつって高齢者でも安全に食べられるおやつを作ろうということで、高齢者の食事、栄養の特徴と簡単に作れるおやつを作っていきたいと思います。それではやってみましょう。それではまず栄養の話から参りましょう。高齢者の食事についてです。普段食べてることですね。食べることっていうのはどういうことでしょうっていうところから入っていきましょう。まずは生命の維持が価値といって、生命の維持の方は必要な栄養を摂るためのお食事、それから付加価値としては楽しみ、生活を豊かにする食事っていう部分が入ります。我々ご飯を食べることはとても大事です。食べることの大切さっていうお話なんですが、まずは高齢者になると食事がだんだん取れなくなるっていうことが始まってまいります。具合が悪くなると体力の低下や病気の関係で食事が取れなくなります。でこちらにも書いてあるように体力の低下、起きると病気などが重度化し、その後食欲の低下につながっていきます。食欲の低下につながってしまうと最後には栄養不足ということで低栄養という状態になります。低栄養になるとどんどん体力が失われてっていって体力の低下ということで、これを繰り返すということにつながって、だんだん食べる楽しみや生活の質が低下してしまうことにつながっていきます。こちらの高齢者です。もちろんお食事に関するお口から入っていって飲み込むということも、誤嚥ということですね。その誤嚥につながることも、あります。だんだん食べられない、歯が弱くなるといろいろ重なってまいります。そのために、我々食事作りの工夫として、お年寄りの方が見て美味しそうと感じるところからごくんと飲み込むところまでを、それぞれ誤嚥につながらないように、先行期、準備期、口腔期とありますが、こちらの方はお口から入り胃につながるまでの経過を接触行動と言います。こちらですね、先行期、準備期、口腔期、咽頭期、食道期とありますが、それぞれこんな役割と言いますか、ごっくんって飲み込むまで一瞬の出来事なんですが、このような経過をたどって飲み込んでいるということがわかります。日の出ホームでは食事形態の方がこちらになっております。食べられなくなってくると常食だと大きいということで刻んで提供、歯が悪くなって歯を使わないで食べられるようにペースト食などもご用意することはできております。形状ですね、こちらの写真をご覧ください。食事形態ですが、量が食べられない嚥下に問題がある方にはこのようにペーストがゆというものをゼリーがゆとしてうちのお食事ではお出ししております。その他に高栄養食という1本200キロカロリーもあるようなドリンクをつけて提供する場合もございます。他に、胃に穴を開けて胃ろうというもので栄養をつないでいらっしゃる方もおられます。次に、食事形態と学会分類というものです。だんだん嚥下というのが難しくなってくると、大きい形から徐々に細かい形状に分けて、こういう学会分類というものに当てはめて行っております。それからですね、食品と言いますと食品衛生とても大事です。まずは調理ではつけない、増やさない、やっつけるというところが大事だということですね。こちらは、バイ菌が書かれてますが、食中毒の予防が大変重要となっております。高齢者の方、食中毒に非常にかかりやすいため、我々調理では十分に注意が必要となっております。配膳の際には手洗い、マスクの着用、外出手袋の着用で菌をつけないように工夫してご提供となっております。それから法要会の方では食のイベントっていうものを行っております。こ
こちらですが、セレクトメニューと言いまして、2つのメニューの中からどちらかを選んで召し上がることができるようになっております。それからこちらです。手打ちそばのイベントです。このように美味しそうなお食事が提供できるようになっております。他にもこのようなイベントたくさんございます。こちらなんですが、配食サービスとしてお弁当を提供しています。最後に高齢者の食事のまとめです。お口から食べることっていうのは、心身の健康を維持、向上するための基本となります。栄養を体内に取り込むっていうのは、体力の維持につながります。それから五感を満足させる効果というのは、生活を豊かにしていくということにもつながりますので、ご高齢者の食事の楽しみにつながっております。それでは、おやつ作りをしていきましょう。今日は高齢者でも食べられるおやつ作りですね、はい。今日おやつ作りのものは何ですか？今回はアイスを作っていきたいと思います。はい、高齢者の方でもだんだん食べられなくなってくると、アイスだったら食べられるなっていう方がいらっしゃいます。では材料の方お願いします。では作っていきたいと思います。ではまず牛乳にお砂糖を入れます。そしてよくかき混ぜます。次にこちらの大きい袋を用意いたします。こちらの大きい袋には、氷と塩を入れていきます。氷の量はだいたい大きい袋の半分ぐらいまで氷を入れてあげます。塩を入れていきます。なんで塩を入れるんですか？はい、氷と塩を入れることによって、本来なら0度にしかならないところがマイナスまで温度が下がりますので、これでアイスができるようになります。中くらいの袋に先ほど砂糖と牛乳を混ぜたものを入れていきます。砂糖と牛乳入れたら、この中にバニラエッセンスも入れていきます。で、入れ終わりましたら必ずよく締まってるのを確認してください。そしてこちら牛乳の袋を氷の入った袋に入れます。そしてこちらも中身の氷が出ないようにしっかり封を閉じます。そしたらタオルなど用意いたしまして、もうあとは揉んでいくだけです。5分間揉んだものがこちらになります。感触でわかると思うんですが、結構固まってきたので袋から出したいと思います。すごいアイスになりましたね。すごいカチカチになってひんやりしてますんで、きっと美味しいアイスになってます。今回はこちらのチョコフレークをこちらのアイスの中に入れていきたいと思います。よく混ざるように揉み込みます。盛り付けていきます。こちらであっという間にアイスの完成になります。ではいただきます。うん、とてもひんやりしててあっさりした感じのアイスになってて、とても美味しいです。ということで、今回は高齢者の栄養とお食事、そして簡単なおやつをご紹介いたしました。皆さんはうまく作れたでしょうか？ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。